どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。スノーボールスアーバーサタイルパーツ万能な雪玉ということですね。で今日も魔王ひし形さんのコースやっていくんだけど、この方ねいつもクオリティが高いトロールコースを作ってくれてるのに約1週間に1コースできてるんじゃないかなっていうぐらいマジで投稿頻度が早いんですよ。そんなに早く作れるなんてどうなってんだろうねこの人の脳みそ。雪玉とかでできてんじゃないか失礼だったそれじゃあやっていこうか。クリア率は 1.31%。 そういや最近さすごく暖かいじゃん。だから散歩ついでに桜を見に行ったんだよね。まあ満開じゃなかったけどめちゃめちゃ綺麗だったね。で桜を見るのも癒されるんだけど、一番癒されたのはおじいちゃんとおばあちゃんが手をつないでスイーツを食べながら桜を見てるっていうシーンかなめっちゃ可愛くない？僕もあんな風に年を取りたいなと思いましたよ。でピンクコインコースで 1,2,3,4 枚か。ってことはここに入り口が4つあるから、これ全部制覇したらゴールなんでねえの？さあこの B スイッチを踏んでいいのけ？踏んで、あの雲なんて、開幕無機物！え、どうなってんだろうねこの雲の中。なんで P スイッチを発動したら鉄球が出てくるんだろう。今日も面白い仕掛けを作ってくれるってか。超どうじゃねえか。受けて立ってやるよ。トロール名人は舐めるんじゃないわよ。でキノコを取ってこいみたいなこと書いてるけど、これ実は上からいけるんじゃない？なわけねえだろ。お遊びは終わりだ。こっから真面目にやってやろうじゃないか。ドッスンがこっち見てるってことは、キノコを取った瞬間に左上にすぐジャンプって矢印書いてるじゃんか。え、なにこれ知りたい級出番早くない？まだ2回ぐらいしか引っかかってないけど。あ、ここはチビになれるのね。チビになりのこの隙間に入っていく。これちょっと難しいと思ったけど意外といけちゃうんですね。でこの上はあの隙間に入れっていう感じか。いやこれ6つ、これ6つっていうかさ、これピンクコインも取ってないしスタートからやり直しできるんじゃない？ねえわざわざする必要ないよなこれ。うん、しちゃうよこれ。スタートからやり直ししちゃうようぜじゃあこの下に行こうか。で雲に乗り移動。あ、これは右上に行けばいいっていう感じだね。ちょっと難しくなってきてない？もう仕方さんのコースね結構やらせてもらってるんだけど、その度にね C 耐久がどんどん難しくなってきてるような気がするんだよな。これあとまだまだ難しい C 耐久があるんだろうな。ここだけで終わればいいけど、他のコースもさ、いや他の場面か、他の場面も絶対あると思うよ。っていうかここむずいって、むずいってトークで頑張ってつなげてるけどさ、これむずいってそろそろカットするよ。ダラダラしても悪いからね、これでいけなかったらカットすると思ったけどいけちゃうんです。でこの隙間に入れっていう感じか。これはそんなに難しくないよ。で次は、うわーもうこのさ隙間だらけ、意外といけちゃったわ。なかなかうまいでねえの。でこれは、うわやばこれさ、トントントンって行けっていう感じでしょ、ダッシュして。しかもさ上全然隙間ないじゃん。これ行けるかな。はいはいはいこんな難しいの持ってくるな。だがね制作者、僕ぐらいにもなればこのくらいの難易度口ずさみながら行けるっていうもんですよ。見てろ、パピーブーベベベビーブーベボーパラピーブーベボーベブルブルブルビーベブルブルブルパリブル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 パーベブル、よっしゃ死にたい救命陣を舐めるな。開始早々疲れたって。そこ死にたい救なんかやめてくれよ。まだ喉ができてないんだからさ。じゃあこのオープンは何もないだね。じゃあドアに入っていきます。で次はこのフラワー取っていいのか。あーどうも。そういや前回のこの制作者さんのコースで、制作者さん見てる？見てるんなら今日の動画も面白かったってツイッターで DM ちょうだいねって言ったらさ、マジで DM が来たんだよねめちゃめちゃ可愛くない？けなげな子だなって思いますよ。じゃあ今度はもっと無理難題出していいかな。今日の動画のどこが面白かったか DM ちょうだいって。はぁ進めないんだけど。フラワーはまだか。そろそろこの制作者さんに僕嫌われるかもしんない。あいつうぜんだよねマインさん、一方的な片思いっていうのはその声をより熱くさせるだけさ。そうだろおいしやじ、お前もこっち側の人間なんだよ。常にストーカーばかりする親父のくせによ、その花束を俺に渡せ。渡せよそっち側。
すいません、皆さん今気づきました。はい、どうもこんにちは。そしてフラワちゃんも、はい、どうもこんにちは。キャラのスピンジャンプで壊していく。で、ここで壊しいの1個だけにしよっか。1個だけにしてチビになって、いや、わざわざチビになる必要ないもんな。なんかある、なんかある、おっ、なんか今下落ちなかった。まあまあ、これでピンクコインゲット。で、オンオフはどういう意味があるんだろうな。オンオフは特に何もない。あ、これ進める、進めるね。で、中間ポイント取ってさっきの場所に出るんじゃないかな。多分そうだと思うんだけど。オッケーオッケー。じゃあ次の場所は、土管とドア。やっぱドアから攻めようか。ドア行って赤い土管、緑の土管行きたいと思います。これは左下でいいのかな。左下に赤いキノコ見えたよね。これ取ればいいんじゃない。あーって言われちゃいましたけど、これは進めね。いや、そんなの僕には関係ないさ。僕のテクニックならいけるんだよね。そんぐらい。さあ、ここで壊しいの、待って待って、うわ、あれ取ればよかった。情けねえ声出すな。おいおい、寝ながら作ったんじゃないのか。僕ぐらいのテクニックになればね、こんぐらいのギャマ簡単に見つけることができるのさ。だからここはブロックを先に壊すでしょ。で、チビになりーのすぐにキノコを取っていく。で、こっから先進む。メガ冗談でここまで来ることができましたよ。え、何よりこっからどうやって進めばいいのかな。あら、またメガ冗談で来れちゃった。当たっちゃったけど、先生いいもんね。で、こっからだよな、問題が。さあ、オンオフ欲しいの。クリボー、邪魔すんのかい。君は何もしてくるんだ。あれ、ここ床があるじゃん。じゃあこれ合ってたんじゃない。なんだ、ビビらせやがって。あら、めちゃめちゃ調子こいて、すいませんでした。まあでもしょうがないから、正規ルートで行ってあげようかな。でも、もう罠分かってるんだもんな。ここで敵を出しいの、このオンプを叩くときはスピンジャンプすればいい。そして右のオンオフがあるじゃん、ここは叩いてよかった。で、ダッシュしてクリボンを抜けていく。で、ここでバネが出てきたんだよな。バネをかわしいの、これをどうやって避けるかなんだよね。ダッシュしていこうか。ダッシュしたら下げれ、進めた。よし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 。で、パウが2ついるって書いてるね。上の方に行けばいいのかな。ここに行けばパウが降ってくるみたいな。そういうわけじゃないか。じゃあこのツタだ、このツタに捕まる。校内の中にパウがあったのはいいんだけど、1個しかなかったよな。だからここでジャンプしてパウ、あ、上に降ってきたけど、あれ無理じゃね。今パウブロック消されたよね、この青ブロックに。じゃあもう一回この中に隠されてんのかな。ちょっとやってみようか。あらら、ここでパウブロックを消されの土管に入っていきますと、これはここで終わりかな。じゃあ次の場面に進みますよっと。じゃあ次は赤い土管の方に行こうか。ていうかさ、このくらいのクオリティを週に一度上げるってめちゃめちゃすごくないか。学生さんだったら絶対勉強とかしてないだろ。死んないよ。テストの結果が悪くてもさ、これ上は、上は50コイン、まあ一応取っておくか。取れないのかな。ダッシュしたら取れそうな気がする。取れた。で、ここでボム兵でオンオフするでしょ。上から何が降ってくるのしか覚えないね。やめろ。そういやね、黙って実況してくださいっていうコメントが意外と多いんですよ。だから3回ぐらい黙って実況していこうかなと思います。で、やられた時だけ絶叫するみたいな、そういうね、ゲーム絶叫者&無言者になっていこうと思ってるんですけど、めちゃめちゃシュールじゃない。やられた時だけ絶叫するってさ。じゃあここは、うん、踏んでいいのかな。踏んでこいつをペラペラさせる。うわ、この生き玉どうする。っていうか普通にめちゃめちゃ喋ってんじゃねえか。落ちるか。やばい、どうしよう。意識しなきゃ無言になることができないかもしれない。だから今からマジで黙るわ。で、やられた時だけ説教する。さっさやりだせ。いや、本当にね、3回無言でやらせてもらいましたけど、なんかムズムズしたね。喋れないことがこんなにも気持ち悪いことなんて初めて思いましたよ。多分世界で僕だけでしょうね。さあ、オンオンして左の方に行かせて。なにこれ。え、このパックに当たれないの。でも当たっちゃうやん、絶対当たっちゃう。よくこんな思いついたな。めちゃめちゃ鬼畜じゃねえか。早くテレサ来いった。全然来れ、あいつ。
つ。てか前々から思ってたけど全く顔隠れてねえんだよ。てか短すぎんだよ。しかも何よ、目の周りだけ赤くなっちゃって。可愛いとでも思ってんのかこのサイクロプスか。サイクロプスとかさ、今の子たち絶対わかんないよね。わかる人たちの方が少ないと思うんだけど、そもそもですよ、今の子って何歳ぐらいの人たちのことを今の子って言うんだろうね。それだったら僕も今を生きる今の子なんですけど。ちょっと無理があるか。もう成人してるもんね。あ、わかった。成人してない現代を生きる人たちのことを今の子って言うんじゃない。あー、そういうことにしておこうか。さあ、これで謎も解けたことだし、このクバクラ何がしてくることは分かってんじゃん。この場面が終わればね、3つ目のピンクコインが待ってんじゃん。お前は持っていかせてもらうぜ。かぶれるメットではないか。じゃあ下に持っていきの、あ、ここで投げろっていう感じなんじゃない。ならばどうするんだっていう話ですよ。このメットを持っていくことは間違ってないと思う。一旦このまま右行ってみようか。あ、これで変わると危ない。こいつ行けない。俺がビルビルビルこっち見ろ。最後の土管入っていきます。あった一枚、あった一枚。え、なんだイカロンちゃん、君は何もしてくれないのかい。アップデートあさかだ。もうちょっと早く出てくるべきだったな。さあ、この生き玉持って。腹立つな、ロクバクラとか。何ムカついてんのよ。腹立つって言われてムカついてんのか。怒りたいのはね、罠に引っかかった僕の方なんですよ。さあ、こっちのクバクラは何をしてくる。このガリガリ当たんないのかな。あ、大丈夫だ。もうやめろってこういう罠。どこだ。なら、ここは右押し一発だ。右押し一発でクバクラを抜けていく。じゃあ、ここは10コインの方が、矢印の方が、僕はね、10コインを信用するさ。この石頭。矢印も10コインの方もどっちでもよかったんじゃねえか。この方のコースはね、でっかいコインも別に罠じゃないような気がする。だから今後デカコインがあっても、こいつは何を出してくる。雪玉、雪玉をどうする。うん、なんか左が開いちゃったけど、普通に上から行っちゃっていいよね。で、雪玉を持ちいいの、この雪玉を落としてくるのかな。あ、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 ちび雪玉のところで右押しっぱだ。それで問題ない。そうだろ。そしてこのまま下に進めばいいと。で、このつららに当たりの、このドアに入れば終わりだと思うんだけどな。一発で行くよ、任せて。ここでオンオフをする。そしてすぐに左押しっぱ、先に右の仕掛けの、あああビビっちまったじゃねえか。なんかさ、ドス押してくるのめちゃめちゃ早くなかった。いや、意外と普通だな。じゃあこのハテナを叩いて、何もないで、じゃあ扉に入ります。これで終わり。終わりだね。さあ、ラストの鍵のところまで行こうか。これでね、素直にゴールさせてくれたら嬉しいんだけど。あ、今気づいた。右上ナイスって書いてるね。ありがとうございますよ。さあ、この先ゴールがあるのか、どうなんだ。ゴールある。クバクラがめっちゃ暴れてる。ここはスピンで行こうか。これでダゾー。いやいや、全然いいですよ。ゴール前で何かに引っかかるっていうことはいつものことですよ。この鍵が問題だったんだよな。この鍵を手に入れさせてくれたから、心の余裕っていうもんがあるもんですよ。さあ、ここは右押し一発で大丈夫。大丈夫だろ。で、ツタに捕まって、あれ、この先進めんくね。多分何か壊してくれるんだろうな、ボム陛下。何かが、よし来た、壊してくれる。お前どこ行ってんだよ。もしかしてさ、これ自分で踏まなきゃいけなかったんじゃない。絶対そうだ。じゃあこっちは、またここか。ボケついて、これもう飛ばすよ、ここ。これでゴールできるっていうことは分かってんだ。このボム兵を出して、自分で踏めばいい。そうだろ。そしてこのブロックを壊せば、いけるか。石形。動画の撮れなきゃっていうのが分かってますね、石形さん。あ、間違った。次は上の土管に入らず、ちゃんとツタに捕まる。で、テレサを出す。あれ、なんでテレサ出ないの。さっきめちゃめちゃ運が悪かったんだろ。いや、よかった、無事ゴールできましたよ。今回も最高のトロールコースありがとうございました。はい、それじゃあ作るコースはこのコース。 B スイッチ禁止&アイテム禁止。説明文に多分クリア率 3% ぐらいだと思うって書いてるんですよ。全然違うじゃん。その3分の1ぐらいじゃん。めちゃめちゃ難しいじゃん。
いやこれね、タイトルの通りピースイッチも踏んじゃいけない、そしてアイテムも取ったらいけないっていうコースだと思うんですよ。ただね、サムネを見る感じズルもできそうな気するんだよな。まあズルできたらズルもやっていこうかなと思うんですけど、僕いつも思うんですよ、ズルってズルじゃないんじゃないかなって、れっきとした攻略法だと思うんですよね僕は。それじゃあやっていこうか。クリア率は 1.33%。 そういや結構久しぶりにするよね禁止コースで。ゴール条件が1回もダメージを受けないでゴール。え、禁止コースでダメージを受けないでゴールってなんだろうな。まあいいか、この P スイッチを踏んじゃいけない、そしてアイテムも取っちゃいけないっていうコースなんですけど、これねズルができるのなんですよここさ、普通に P スイッチを踏んで左で逃げる、ほら、ダメでした。やるね、ちゃんと対策は取ってるってか。まあここはそんなに難しくないよな、ただ登っていくだけで。こっからよ問題が、多分こっから本番開始っていう感じだと思うよ。いやでも結構隙間空いてくれてるから意外と簡単にいけちゃうんじゃないですかね。どこがだよ。そういやさ、これ空スキンだよね。この曲めちゃめちゃ良くない？疾走感があってね、すごい好きなんですけどね。じゃあここはジャンプ C のちょっとだけ左に行って、こっか、見た目以上にむずいよみんな。これここがよ。慎重に行こう。ここは右までジャンプで、ここねちょっとだけ左に行かなきゃ右側に行けないような気するんだよな。よーしで、どんどん難しくなってくるでしょ。まあまあ、まだまだ難しくなってきてもいいよ。このね、P スイッチを乗せた階段がマジで難しい。ここ本当に踏みそうだ。よしよしよし、抜けた。で、ちくわは全然余裕で、このファイヤーもね、全然余裕なんじゃない？この一マスあったら結構簡単に進めちゃうもんな。で、下が見えないって、あの矢印の通り行っちゃっていいの？よし、うまい、うますぎる。このままもうゴールまで行っちゃってくれ。バレ、投げんだよ！過呼吸になるって。まあでも意外とサクッとクリアできちゃいましたね。すごい楽しいコースでした。どうもご視聴ありがとうございます。